ますね。リアル実況もうやってるけどやってますね。まあもう社長の分解組み立てっていうのは、まあ、実技上の最初の段階なんですね。この辺りにチェーンソーを使ったらね、かなりの木くずがいっぱいついてると思う。ここで先にチェーンでしたっけ？これでガイドバーを外して、はいはい、で、あれがまた裏返らないように外すんですよね。うん、そうですね、こんな置き方でいい。掃除をしてきれいな、あのオイルの潤滑のね、ところがありますからね、こうやって合わせてもいい。まあ先に入れてガイドバーも両方入れながら、はい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 、一度やっとけばね、あ二度目はね、だいぶ楽になると思います。うん、あーなるほど、こっから先がはまらないんだな。はまらないというか、遊びがあるんでね。これを引っ張るのか、だからガイドバーを引っ張るんだね。スプロケットというのはこの中ですからね。こいつが浮いてる。浮いてる。お、出た。そのチェーンも動きます？動きますね。まだ締めてないんで、いや、肘とははまって、スプロケットははまってなかったから、その状態でもね、ちょっと押さえただけでも回らないです。うん、それが回らなくなります。先に、まあこれをある程度、あんまり動かない程度で固定しとって、で、ガイドバーをちょっと持ち上げるようにね。その時はこう寝かした方がいいかな、ね。まあ、チェーンが当たらないようにですね、まあ、こんな格好にして装チェーンをちょっとガイドバーを上に上げて、はい、そんな感じで、まあ、ちょっと面白い。
チョイス。やつが出ないかくらいですか。うん、出るか出ないかね、3ミリぐらいだと思って。でカバーを閉めて。はい、そうですね。結構重たいですね。はい